気性の荒い九州男児とお酒の縁は深いもの。九州地方にはいろいろと地酒ができますが、ここ熊本県人吉は熊焼酎が名物です。原料のお米は外米を使います。この外米を蒸してから麹菌でまぶしまして、発酵室入れておき、3、4日経ってから酵母を混ぜて5日ぐらい置いて発酵させ、それを蒸留するわけですが、度数の高いものほど早くできるそうです。この熊焼酎の度数は25度から40度。アルコール度も強い上に臭みが非常に強いので、好き嫌いの多いお酒ですが、人吉地方の人は日本酒の代わりにもっぱらこの熊焼酎を愛用しています。さて、この熊焼酎の杯を前に、三百年も昔からこの地方に流行っているのが、今やっておりますこの熊剣です。行事が一人ついてまして、二人向き合って剣をやるわけですが、この剣は0から5つまでの6種類のサインがありまして、数字の多い方が勝ち、ただし最高の5つは0に負けると、こういった仕組み。2回続けて勝たなければなりませんが、負けた方はその度に熊焼酎を飲まされるというわけです。昔殿様の最近交代の折に、顔書きが時間つぶしに考え出したものだそうで、じゃんけんをヒントにして考え出したものと言われています。負けりゃ飲むんですからね。お酒に弱い人は熊剣に強くならないと宴席に出られなかったぐらいで、反対に色が飲みたかったらこれへ負けてガブ、まあそんなこともないでしょうがね。10本の箸を前に置いて、勝つたびに1本ずつ取り、6本取れば一試合が終わりというわけ。飲むほどに酔うほどにますます気合が入ると言いますから、これもお酒が強くなるわけの一つでございましょう。どうぞ。